Spinner。 おはようございます。荻野かなです。2月5日月曜日、世界で今起きていること。アメリカロサンゼルスでは今日、音楽の祭典グラミー賞の授賞式が開催されます。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。このあとグラミー賞授賞式が開催される。ロサンゼルスでは今日、第66回グラミー賞授賞式が開催されます。会場となるクリプト.comアリーナでは、ビリー・アイリッシュやトラビス・スコットのほか、ビリー・ジョエルやジョニー・ミッチェルらがパフォーマンスを披露するほか、アフロビートを代表するナイジェリア出身のバーナボーイのステージも注目されています。今回のグラミー賞では女性アーティストの躍進も目立っており、年間最優秀楽曲に7度目のノミネートを果たしたテイラー・スウィフトの記録更新にも注目が集まっているほか、オリビア・ロドリゴやマイリー・サイラス、ラナ・デル・レイらも複数部門でノミネートされています。学校現場でのヘイトクライムが増加している。 FBI が発表した報告書によると、2022年アメリカの小学校から大学までの学校現場で報告されたヘイトクライムはおよそ1300件で、2018年のおよそ700件からほぼ倍増しました。被害者のカテゴリーとして最も多かったのは黒人で、 LGBTQ の人々、ユダヤ系アメリカ人が続きました。2020年に黒人男性が警察官に殺害された事件をきっかけに、人種差別解消を訴えるブラックライブズマター運動が全米に広がりましたが、これに対する反発が一部のヘイトクライムにつながった可能性もあるそうです。一方、一部の地方警察はヘイトクライムを FBI に報告していないとの指摘もあります。北アイルランドが一歩を踏み出した。この週末、北アイルランドの自治政府首相にシンフェイン党の副党首ミシェル・オニールが選出されました。統一アイルランド国家の樹立を主張するシンフェイン党は、2022年5月の議会選で初めて第一党となりましたが、 EU に加盟するアイルランドと地続きにある北アイルランドでは、イギリスの EU 離脱、いわゆるブレグジット後にイギリス本土との物量が複雑化したことを受け、自治政府の機能が一時停止に陥っていました。イギリス首相のリシ・スナクはベルファストを訪問し、ミシェル・オニールとの会談に臨む予定です。またアメリカ大統領のジョー・バイデンは、北アイルランドの自治政府復活を歓迎し支持するとの声明を発表しています。賃金が上がれば物価も上がる。アメリカ・カリフォルニア州で60店舗以上を展開するファストフード店は、4月から従業員に少なくとも20ドルの時給を支払わなければならなくなります。同州の最低賃金は 15.50 ドルだったのが、1月から16ドルになり、徐々に引き上げられてきましたが、これに伴いメニュー価格も値上げされることになりそうです。チポトレメキシカングリルは過去2年間で4回の値上げをしており、高騰する人件費をカバーするために州内の店舗ではさらに 5-9% の値上げを検討しています。ザッカーバーグ、世界4位の富豪に。先週はテック大手の決算が出揃いましたが、中でもメタの株価が急上昇。CEO のマーク・ザッカーバーグの保有資産額は大幅に拡大しています。メタは初の配当実施を決めるなど業績が好調で、株価は決算発表後に 14% 以上も急騰し、2012年の上場以来で最高値をつけました。ザッカーバーグの資産評価額もわずか数時間で281億ドル増えて1700億ドル、日本円で25兆円に到達。ザッカーバーグはブルームバーグの長者番付でビル・ゲイツを抜いて、イーロン・マスク、ジェフ・ベゾス、LVMH、モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンのベルナール・アルノーに続く4位に浮上しています。
これから開催されるグラミー賞授賞式、私は個人的にバンドでコピーしていたビリー・ジョエルさんのパフォーマンスが気になります。皆さんの気になるアーティストは誰ですか？ X でハッシュタグデイリーブリーフをつけて教えてください。荻野かなでした。良い一日を。